なんだいまゆち。今日のお弁当ですよ。よかったです。今日のちょっとばかしこってるぜ。いつもすまないなまゆち。いえ、一つ作るも二つ作るも手間は同じですから。ただしヤマトの分作るときと作らないときじゃ手間が10倍くらい違うけどね。まっつかぜ余計なこと。そうか、ありがとうまゆち。そんなめそうもない。いや、いつも美味しいよ。はい。おーい、ももよたちだ。今日もいい天気だな。学校サボってどっか行きたいな弟よ。姉さん、出席日数足りなくなるよ。そしたらお前ともう一回話してやるか。いつでもお前をいじれて楽しいかもな。いや、おとなしく卒業してください。お、またまゆっちに弁当もらったんか。ああ、誰かさんと違ってまゆっちはこういう女の子らしいことできるからね。ヤマト、いなり寿司を食べないか。少し買いすぎたので分けてやろう。ヤマト、私のウルトラデストロイドソースあげる。私もランニングの補給用に持ってきたブドウ糖あげるわ。ブドウ糖ってそういうじゃないから。面白そうだな。俺も深いネギをやるぜ。よし、俺様は特製プロテインだ。それじゃあ僕はグッキリマンチョコ。シールは抜いた残りだけどね。あ、ありがとう、みんな。よし、じゃあ私はこれをやろう。私の食べかけだ。これで関節キスができるぞ。どうだ、嬉しいだろう。